スバル EE20、EE20 とは、富士重工業が開発した水平対向4、気筒ディーゼルエンジンである。四代目レガシーシリーズを皮切りに、インプレッサ、フォレスターにも搭載された。ディーゼルエンジンは、工程が長い方が効率が良くなるが、EE20 は、ディーゼルエンジンとしては珍しく、内径と工程が、同じ長さである。エンジンを、サイドフレーム間に収めるため、 これまで開発されたスバルの水平対向エンジンのほとんどは工程が短く限られたスペースで限界まで工程を伸ばした結果と考えられる。エンジンの基本寸法であるボアピッチとバンクオフセットが EG 型エンジンと同一になっていることから設計的には EG 型エンジンをベースにしていると言える。しかしガソリンエンジンとディーゼルエンジンの要求が違うためか 他の部位については共通点はない。なお、同じ水平対向4気筒エンジンの EJ 型エンジンに対しては、ボアピッチの縮小により、全長を 61.3mm 短縮している。水平対向エンジンは、気候上ピストン系往復質量による、不平行管勢力が生じない。そのため、バランスシャフトが不要であり、低管性モーメント、低摩擦抵抗、 軽量化を実現している。いずれも欧州使用者のみに搭載されている。2007年3月、第77回ジュネーブ国際モーターショーにおいて、富士重工業が、世界初となる水平対抗ターボディーゼルエンジンを、出展。搭載車両は明かされなかったが、2008年にユーロ4、規制対応で、欧州市場へ投入されることが発表された。2008年3月、 第78回ジュネーブ国際モーターショーにおいて水平対向ディーゼルエンジンを搭載したレガシーアウトバック 2.0D が発表された。同時に最高出力、最大トルクなどのスペックも好評。また、エンジンも名をスバルボクサーディーゼルと呼称した。なお、組み合わされるトランスミッションは5速 MT のみであった。2008年10月。 モンディアルドロ・オトモビルでスバルボクサーディーゼルを搭載したフォレスター・インプレッサが発表された。またこの2車種については専用の6速 MT とクローズド DPF が組み合わされ環境性能を向上させている。なお、フォレスター 2.0DX については最高出力が1 0 8キロワットになっている。2009年9月。 第63回フランクフルトモーターショーにおいて5代目レガシー欧州使用車としてユーロ5規制対応のスバルボクサーディーゼル搭載車が出展された。ありがとうございます。